おは、こんばんは、あきです。今回もアーク実況やっていきたいなと思います。SA、そして、アベレーションやっていきます。今回ね、前回のアベレーションのね、動画で、まあ、なんだっけな、とりあえず飛行船を作りたいなっていうことだったんで、飛行機船作りまーす。さあ、こんな感じね。はい。チェッペリンですね。チェッペリン。チェッペリンですね。チェッペリーじゃなくて、チェッペリンですね。はい、実はもう作ってまーす。はい、チェッペリン、チェッペリンどこだったっけ？あった、これですね。チェッペリン。操縦可能な空飛ぶイカだ。上に建造物を設置できる。はい。ということなんで、ちょっと広いとこでちょっとやってみようか。早速、やっていきます。チェッペリン。ドン。でっけえな。でけえよ。じゃあちょっと一旦遠目で見たら。あ、こんな感じか。でっかいな。さす、どこに入れるんだ。こっち。体力が1、10、100、2万。重量がまあそこそこだね。よし、これで、一応起動はできると。さあ、何連れていく？まあ、とりあえず、高原生物は連れていくよ。ありがとうね、ロボットくん。ついでにね、いいところがあれば、ちょっとそこに拠点の、準備をしたい。念のため光らしておくか。あ、ちょっと待って。コスモつけたい。ではでは、早速、起動していきます。で、操作方法、スペースで飛んでるね。わ、すっげえな。こんな感じ。まあ、いつも通りやね。走ると、シフト押したら走るか。はい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 。こんな感じ。うわ、ゲームめっちゃ重て。こんな感じね。オッケーオッケー。うわ、なんかすげえ。あ、いいね。ほら。船みたいな感じで、パドルやったっけ。あれ動かしてるんか。ちょ、こっちで見ようか。いいね。わ、これ。いいけどさ、いいんだよ。いいんだけどさ、クッソゲーム持てえわ、ちょっと。カクついてる？いいね、でもこれ最高じゃね？ちょっとスピードはさ、問題なんだけど、まあでもそんなにめちゃくちゃ気になるかと言われたらそんなに気にならないかな。気になるな、でもちょっと。あ、カニさんいる。耐久値があるっていうことは、敵に襲われるのはもう確定的なんですよね。これちょっと浮いとくか。落ちたの大丈夫か。あ、こっち押してたから。よし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 。あ、パイロメインがちょっとダメージ受けるか。パイロと社員本はちょっとダメージ受けたよね。おぉ。すげえな。よしよし。あとコスモがやばい。助けて。死んじゃう。ここまで行ったら放射能が消えるか。あぶねえ。これさ、まさかやと思うけどさ、飛行船？あ、めっちゃダメージ受けてた。めっちゃダメージ受けてた。あ、これやばいわ。帰ろ。やばい。これあかん。これダメだ。飛行船が錆びてる。飛行船めっちゃ錆びてるわ。あかん。下層に行くのはちょっとやめとこう。死んじゃう。あ、やばい、煙が出てきた。やばい、煙が出てきてる。ちょっと待って。いや、耐えてくれ。煙が出てる。助けてよ。
これあかんわ。偽装に行ったが、船で、このチェペリンで、偽装に行ったら死ぬ。あ、やばい、やばいよ。助けて、助けてよ。お前たち、逃げろ。逃げろ。よいしょ。お前たち逃げろ。爆発。爆発するぞ。ああ。壊れた。なんてこった。ジェペリンか。あれあいつ。待って、ガス。あ、ガスよかった。ガーソリンやる。下層を行ったらダメね。オッケー。そんなこともあろうかと。実は、もう一個作ってまーす。もう一個作ってるから。次はちょっと上層、上行こうか。上。上はね、向こう行ったらいけるんですけど。あ、マジか。あれやったらロックドレイクとか簡単に、よいしょ。できるんじゃね?と思ったけど。これはちょっと。仲間は連れていけんか。ここで普通に飛んで、ダメージ受けなかったら、多分、下層が悪い。これで、一応右上は、大丈夫だね。大丈夫やな。よし。やっぱ下層や。下層の放射能がやばかったんだ。いいね。いいじゃん。これ最高じゃん?ちょっとね、スピードが問題ある。イカダにつけたらさ、速くなる、あのアイテムつけたら速くなるのかな?てか、アーク、衛星にあるんかな?アークモバイルだったらね、一応あるんですよ。そういうアイテムが。超便利アイテムくんがね。それなさそうだね。いや、でもマジで、いいなぁ。すごい、これ上にタレット置きまくってさ、もう、PVP やったら戦えそうやけどな。いやでも、これは、こいつのね、耐久値が、さっき見た感じそんなにないから、壊されやすいんかな。で、面白そうじゃない?でも。PVP とか PVE とかでさ、船使ったさ、戦いとか面白いと思うよな。私は PVP はやらないんで。はい。はい。ガスコレクター大量に置いてます。よいしょ。落ち方。止まり方よ。さあ、どんな感じ?ガスボールどんな感じ?まあまあよ。よいしょ。アベレージはこのガスボールがね、めちゃくちゃ必要になるからさ。あ、そっか。よし。こんな感じでね。こいつらちょっと修理もしたいよね。ガスで。まあ大丈夫か、まだ。よし。いっぱいです。いっぱいどす。よしよしよし。ここマジで取れるからね。いいよね。怖いけど。ここはマジで、おすすめ。一応、全部取り終わった後に、ちょっとマップ見せます。ここ、あ、マップね。マップここ、真ん中らへん。ここ、結構、定期的に来ます。さ、上層行こう。そのね、まあ、調べたんですよ、この船のことについて。なんか特殊機能はあるんかーと思って、調べたら、ナイス。空飛ぶイカダっていう、ことしかない。うん、空飛ぶイカダでしかないですね。
それ以上でも、うん、それ以下でもないです。これ入れれる？入れれへんわ。ここよ、ここやな。そしてちょっとね、私ヘルメッチを取ります。ヘルメッチを解いて、これで、あ、ちょっと待って、動いてるところを取りたいわけよ。よし、完璧よ。サムネイルの時間だ。いい感じに、いい感じ、サムネイルを撮るでござる。サムネイルを撮るでござる。ちょっと、あ、ちょっとネタわかるかもしれんけどさ、あの、この出っ張りのとこあるやん。前方の。あれがちょっとデンドロビウムのさ、ビーム砲みたいな。やつ、似てるんだが。こんな感じね。はい、スクショ。よし。OKOKOK。まあ、これぐらい。正面。はい、スクショタイム。そして、位置を、ちょっと。これいいね、スクショタイム。そして、飛んでるってのをアピールしたいので。いや、もうこれぐらいでいいか。よし。あ、浮いてるよね。はい、というわけで今回はね、チェッペリンをね使って、まあちょっと散策してみました。いや、皆さんよろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイなら、バイバイ。ここも乗れるの知ってた？ほら。知ってた？